セット。さあ三つ目だ。嬉しいわ。だれ？ありがとう、スエズ。どっちか。ね。久々帰ってきたね。くそ、また何か踏んじまった。一体このベタベタするやつは何なんだ？あいつ撃てんのかね。ちょっと試してみたい。さてさて。わあ。逃げた。ああ。超暴力的だな。お前は誰なんだ？え、あの倒せないよこいつ。うん。あ、逃げた。このクソがじゃあな。それ。逃げるんだ。そっから逃げんのか。倒せないねこいつは。毎回出てくるけど。それで施設で事故があったんだ。現実には犠牲が必要なのよ。事故っていうのは野良が、うん、ここにいる生物とかロボットを解き放って襲わせたって話をしてますよね。で、あ、どうした？リロードか。なんかチャージっぽいことしてんね。ほら、あ、そういう感じか。現状これ連射できない。うん、構えては連射ができないようになってた。チャージショットっぽいのをするわ。うん、弾の減りが異常に早かったよね。危ない、ガード。危ない、やばい、回復、やばい。ショックもちゃんと使っていかんとダメだね。危ない。あ、お前、ちょ待って、あ、待て、行って、いや、お前らも来んのか。ちょっと動き遅くして、ちょっと待て。危ない、ガッとしてる。危ない、行って、動き遅くして、待て、すげえ集まってきてんだけど。やばい、地獄すぎる、地獄すぎるって。待て、すげえ地獄。ちょっと、いや、いた、これきつい。待て、どうだ、きつすぎ。待て、オッケー、きつすぎ、痛い、狭いんだって。待て、はい、オッケー、接合部切った、リロード。いや、ここはね、ここはガトリングの出番ですよ。動き遅くして、ここはガトリングの出番。いた、セカトールの威力上げて きといた方が良かったねこれ。全然効かん。全然効かん。でもまあ結構減った。お前ふざけんなよ本当に。リーダー決め。 OK。 はあ、すげえ集まってきたね。懐かしいロボたちもたくさん出てきた。確かここあれだったよね、ロボットとか生物のそのプロトタイプを開発するところだからね。昔ながらのやつらもいてもおかしくないもんね。 OK、 じゃあ入れて、はい、四つ目完了。朝はビーズ、夜はアリ、いや、その逆かしら。ああ、もうあの思い出の品くれんくなった。これ以上はないんだ。あ、ノラ、これぐらい上げとこうか。少し OK、 チャージショットの威力をより上げときました。で、あとは OK、 来るよね。広いもん、広すぎ。メンデレーエフの像、その下にはボタンがあるのか。気をつけてダーリン、それを押したら対処できない問題が引き起こされてしまうわ。自分でやる、俺は子供じゃない。あ、
ね、マッチョな感じが大好き。押すとちょっとまずいね、なんか起きるわ。まあ、ここはうそ、危ない、痛い痛い痛い、危ない、痛い、待て待て、ごめん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 、俺が悪かった俺が悪かった俺が悪かった、危ない、どこだ、数が多い、動き遅くして、殴れ殴れ殴れ、回復、危ない、オッケー、ショック、こいつこいつこいつが厄介、オッケーオッケー、こい、くそ、待て、ビディビディ、危ない危ない危ない、オッケー、動き遅くして、接合部接合部接合部殴れ、オッケー、痛い、オッケー、ビディ、死ぬ死ぬ、オッケー、いいよ、あと2体、まだ生きてた、痛い、オッケー、はいはい、なんか1体走ってるわ、オッケー、リロード、こんな罠があったとは。せーの、チャージショット。いた。スイカか。スイカか。セカトール。なるべく。オッケーオッケー。いってて。ちょっと。逃げ逃げ。距離出て。チャージ。ショット、チョンパチョンパ、いじいじ、ちっこいの、逃げ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 、くなくなくな、やれたやれたやれた、あと2体、ガード、はい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 、集中か集中か、接合部破壊、はい、単体になればこっちのも、ショック、終わり、ここにはリーダーキーいなかった、何してくれるんだい、またうるせえな、ほう、奥にめっちゃビードいる、は、あ、揺れてる、あ、そういうこと、ビード、え、全部合体すんの、あ、合体してる、ケツに頭突っ込んでる、おお、ロボになった、やば、これこれはやばいよ、ロボットになっちゃった巨大ロボ、シャンデリア、シャンデリアを武器として機能、武器として機能する、セカトールでチャージショットで撃ってみよう、 OK、こいつは強すぎる、長く持たない、ジャンプ、シャンデリアを落としてみて、うん、シャンデリアの音が気をつけてから気をつけて、これかすげ、もっと前に警告してくれ、背骨の男すごいって言ったの、いやこうなる、なんか投げてきた今、いやこれちょっと難しい、シャンデリアを落とすの、うん、ジャンプジャンプ、そうだね、シャンデリアの落とし方難しいね、
どうにかして上に。いやむずいよシャンデリア。あよしよしよし、あ右腕左腕ってあるわ。危ない、ちょっとシャン、あジャンプジャンプ、危ない、これあーここ見て、ここちょっと早くして、ここ OKOK、 今ダメ、聞いてる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 、ダメージ入ってる、ダメージ入ってる、すげえ、右腕、右腕破壊していこう。あっ待って、それは聞いてない、ほらバラケルは聞いてない、待って、オッケー、よし、はい、ダメ、動き遅くしてね。オッケー、破壊。焦げかすめ。焦げかすめ。待って、第2ターン来るな、これ。ほら。焦げかすめ。やるじゃねえか。あとは左腕のみ。危ない。ピンチと悟って、結構。ここでガードして、はい、落として、いいよ、モルに入ったね、これ、危ない危ない危ない、距離が遠い、ガード、動き、あ動き遅くする手もあったわ、痛い、しまった、死んだ、いやまだ大丈夫、死んだ、死んじゃった、動き遅くして落とすのがいいんだ、動き遅くして、よいしょ、いいよ、外した外した、いやでも寄せればいいんだよね、うん、ほら、ジャンプ、痛い痛い、ちょむずい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 、落ちた落ちた、直撃直撃が効いた、なんだなんだ、逃げ逃げ逃げ、来い、危ない、はい、落ち、あーダメ、どこだ、ないよ、もうシャンデリアがない、あと1箇所、うまく使いたい、はい、いた、どこだ、こっちか、あれ、ちょっと待って、ダメージが入ってなくない、あ徐々に入ってるか、これ何なのかね、爆弾怖いから、ちょっとまあガードしつつ、はいはいはい、あ待って、近接、近接の方が効くぞみんな、あでもダメージも受ける、リスクもでかい、危ない、はいはい、いったいったいった、来るぞ、構え、OK、はい、危ない危ないけど、まだだ、まだ来る、なんだこれ、あシャンデリアか、タフすぎませんか、3本目の3本目の腕、3本あったよね、そういえば、銃効く銃効く、オッケーオッケー、そこまで硬くないぞ、セカトールは威力自体が低いからね、うっそ死んだ、まだまだ、くそくそくそ、
難易度高いぞ。みんなここ。あとね、分かったんだけどね、チャージショットじゃなくても別いいっぽいよ。うん。あんね、普通に撃てば落ちてくるよ。ラストラストラスト。こいつが強すぎる。異常。うん。うまくうまく。危ない。シャンデリア。うまく。頼む。オーケー。シャンデリアはね、ラストに取っといた方が良かったね。うん。危ない。ここに。ここ専用に取っといた方が良かった。危ない。いや、オッケーオッケーオッケー、倒した。やばい、ラストか。そうだ、まだ気抜いちゃいけんかった。はい、割れ、よいしょ。待てか、終わり。いやー、めっちゃ苦労した。みんなここの攻略はラストの最後の腕に対してシャンデリアを当てていった方がいい。じゃないと前方に対しての強攻撃ですかね、腕を使ったあれが非常に当たりやすいから攻撃を受けちゃうんですよね。だからあれを繰り出される前にシャンデリアを落として大ダメージ与えて、なるべくあの攻撃は避けて削っていく。それがここの攻略法。かなり死んだもん。うん。5回ぐらい死んでるんですよ、実は。この前に。ようやく倒せた。うん、シャンデリアは、そうだね、3個ぐらいは最後ぐらいに使うって感じがいいですかね。で、どこにいるかい、リーダー格は。あ、おう。もういった。もういない。お、まだある？どうでしょう。あ、よかったよかったよかった。なんて小さくて可愛いの。他のものよりも大きいから、私のキャリーの周りは素敵に見えるわね。ああ、シュートに持っていこう。恨むことはない。安心して失せやがれ。あいつマジ腹立つね。蹴ってきたし、しかも攻撃してないのに。お前か、怖。とんでもねえことしてくれたな。すごい時間食ったよ。セカトールの弾も見て、もうほとんどない。700発ぐらいあったんですよ。全部消えたわ。まあまあまあ、こんだけ回復したからいいけど。はい、どこ？そっちか。この黒いの特別だね。なんか雰囲気。ふざけんなって。とりあえず砕いたけど、今のうち。高い。まだいた。よいしょ。ガード。OK。いったね。そう、シールドパワーアップしてて、シールドが弾けるとき攻撃を受けて、前方の敵にダメージを与えるってやつなんだけど、今それでいった、こいつ。しんど。ここにも待ち受けてたか。オッケー。はい。あれ？ん？開いてないよ。待て。マジか。やべ。よし。どこだ？あ、どこへ殴られてる。ちょっと待って。あそこ開かないと。あそこ開かないとちゃんとセーブできないやん。あ、開いた。あ、そういうことか。全部の敵を倒して安全を確保しなさいって意味だったみたい。はい、いい。説明準備完了。
疲れ知らずなのね。本物のマッチョマンだわ。はい、ということで本日はここまでにしておきたいと思います。どうにかねビード5つ手に入れたんですけど、5つ目の敵が超厄介でした。それじゃあね、おそらく次回でかな、3つ手に入ると思うんで、物語としてはラストその前ぐらいになるかもしれないんですけど、よかったらねもうすぐ終わるんで最後まで見てやってください。よろしくお願いします。それでは島津のアトミックハート DLC 第1弾になりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。